テニスの四大大会である全仏オープンの女子ダブルス3回戦で第16シードの加藤美優とアルディラ・スーチャディ組が失格となった騒動は世界中に大きな衝撃を与えた。事件は6月4日の女子ダブルスのある試合中に起こった。問題となった試合で相手コート側に送った加藤の球がボールガールを直撃してしまったのだ。これが危険な行為とみなされて加藤ペアに対し審判は警告を与えた。しかしこれを受けて対戦相手のペアが猛抗議。すると運営側は最終的に加藤ペアを失格処分としたのだ。さらにその後運営側が加藤に対し約640万円の賞金とポイント没収のペナルティを課していたことが加藤の SNS 投稿で明らかとなった。この運営の対応に現役プロテニスプレーヤー業界関係者やファンたちからは非難の声が上がった。同時に対戦相手ペアのマリブズコバとサラ・ソリベストルも両選手が退場していく加藤の様子を見ながらクスクスと笑っている様子を収めた動画が公開され、ネットは大炎上。批判のコメントであふれた2人の選手の SNS は閉鎖に追いやられ、これまで沈黙を貫いてきた。そんな中、家中のマリブズコバは自国チェコのスポーツ紙のインタビューに対してある本音を暴露したという。彼女はインタビューで一体何を語ったのだろうか。その詳細と世間の反応を合わせて紹介していく。全ての始まりは6月4日に行われた全仏オープンの女子ダブルス3回戦での不運なアクシデントだった。チェコのブズコバ選手はスペインのサラ・ソリベストルモ選手とのペアを組み、日本の加藤美優とインドネシアのアルディラ・スチアディペアと対戦。その試合中、加藤がブズコバペア側のコートに返球するために何気なく打った球がボールガールの頭部を直撃してしまったのだ。痛みと驚きで少女は涙が止まらず、それを見た主審は加藤に警告を言い渡した。もちろん加藤も故意にボールを当てたわけではない。加藤は泣いている少女のもとに駆け寄り、わざと当てたのではないと釈明し謝罪した。このまま試合が続行されるかと思いきや、主審のこの判定を不服として猛抗議したのが対戦ペアのブズコバとソリベストルモだった。泣きじゃくる少女を指して、血が出ているじゃない、わざとやったんじゃないのと審判に対して執拗に抗議し始めたのだ。するとこの2人の勢いに押され、審判はスーパーバイザーと協議を始めた。結果なんと判定は覆り、加藤は失格処分を食らい試合中止が決定。さらに加藤は女子ダブルスでの賞金とポイントを剥奪され罰金まで課されたのである。加藤側はグランドスラムにすぐさま異議申し立てを行ったが、結局判定は覆らず、泣きながらコートを後にした様子からも加藤がひどく落胆していたことがうかがえる。しかしそこはプロ、失意の中にいた加藤であったが、持ち前の精神力でなんとか気持ちを切り替えた。その後ドイツのティム・プッツとペアを組み、全仏オープン混合ダブルスを制し、見事大会の最後を優勝で飾ったのだ。しかしやはり女子ダブルスでの出来事に釈然としないまま大会を後にすることとなった。この一連の流れを受け、加藤の失格処分を決めた大会側には多くのテニスファンや他のプロテニスプレーヤーたちから痛烈な批判が殺到。それと同時に注目を浴びたのが加藤の相手ペア、ボズコバとソリベストルモの2人のある行動だった。加藤に退場が言い渡された際、2人がベンチでその様子を眺めながらほくそ笑む姿が捉えられていたのだ。そして問題のその動画は瞬く間に世界に拡散された。この2人の態度を見た人たちからは、ブズコバたちの抗議の理由は明らかにボールガールの擁護ではなく加藤たちへの罰則を促すための行動だとネット上で大炎上した。このスポーツマンシップに欠ける2人の行動に、両者の SNS にはおびただしい数の誹謗中傷コメントが寄せられ、2人のアカウントは閉鎖に追いやられた。ブズコバの母国の英雄でもある元プロテニスプレーヤーのマルチナ・ナブラチロワやプロテニス選手協会、プレーヤー仲間たちからも彼女らの振る舞いを問題視する声が上がった。一方の加藤は試合後直接少女に面会し、改めて彼女にボールを当ててしまったことを謝罪し、和解した様子を写真付きで自身の SNS 上で発信していた。失格になり辛い状況のはずの加藤のこの対応は、優しく品位のある行動としてスポーツ紙等でも大きく取り上げられた。世界からは加藤への称賛の声が上がると同時に、あんなに少女を心配していたブズコバとソリベストルモはどこへ行ったと、ここでもさらに批判を受けてしまっていたブズコバ。そんな彼女は自国チェコのスポーツ紙のインタビューを受けた際、この件に関しての本音を吐露した。そして現在
再び彼女の SNS が炎上しているという。事件後 SNS が閉鎖されてから沈黙を貫いてきた彼女はインタビューで一体何を語ったのだろうか。インタビュー冒頭でブズコバは、全仏オープンの後全てが間違った方向に向き、私がキャリア全体で築いてきたものさえどこかへ忘れ去られてしまいましたと述べた。すると続けて加藤の試合後の行動に対する不満とも取れる発言をしたのだ。試合が終わっても彼女はこの件についてずっと話し続けていたので、私は1週間後に SNS を削除しなければならなかった。女子テニス協会は私たちに敬意を払い、中立的な立場でいるようにとアドバイスをしてくれました。審判や他の選手たちに実際の状況を説明したところ、彼らは憶測で話す必要なんてないよと言ってくれました。加藤はこの事件のせいで失格になっただけではなく、運営側から過剰ともいえるペナルティを受けていた。この運営の決定には他のプロ選手からも非難が集まっていた。加藤がこの件について話し続けたのはこのペナルティに対する抗議であり、二人に対する復讐ではない。さらにこの加藤に対する批判とも思える発言は、彼女が女子テニス協会から受けたという中立であれというアドバイスを無視しているようにも思える。さらにブズコバはこう付け加えた。この結果は彼女が自分で引き起こしたことなのに、それを別の方向に向けていったのだからおかしな話ですと述べたのだ。 SNS 閉鎖によって自身の弁解ができない間に、加藤が好き勝手に当時の状況説明を世界に発信したせいで世論が自分たちの批判に傾いてしまった。そして加藤が受けたペナルティは自業自得で自分たちのせいではないと開き直りとも取れる発言をしたのだ。問題の試合後、加藤はブズコバから謝罪のメッセージを受け取ったことを明らかにしていたが、それも本心からのものではなかったということか。それとも謝るからこれ以上この話題を取り上げるなということだったのか。さらにボールが直撃した問題の瞬間に関しては、最悪だったのは彼女がゆっくりボールを打って少女を直撃した後、加藤がすぐに少女の元に駆けつけたように見える15秒ほどの動画がインターネット上にあったこと。実際に彼女が謝罪に向かったのは10分後であり、審判と同じタイミングでしたと主張し、世界から称賛された加藤の少女に対する行動についてもケチをつけた。極めつけは今回の大炎上のきっかけとなったシーン。ベンチで退場する加藤を見送った際、ソリベストルモと一緒になってクスクス笑っていたことに関してブズコバは、私とサラが話している時に私のスペイン語が文法的におかしかったからサラが笑った。それが失格直後に不適切な笑みを浮かべたようになってしまったのです。事実とはまるで違うと説明した。しかしもしこれが事実なのであれば、なぜすぐに弁解しなかったのか。彼女のこの言い訳はここまで炎上してしまった今遅すぎるようにも感じられる。このブズコバのインタビューでの発言に対し世間の反応は、加藤を退場に追いやったのはブズコバペアが行った抗議とその内容、加藤が少女にボールを当てたからではない。二人の抗議がなければ試合は何事もなく進んでいたはず。なんて惨めな自己擁護。この発言があの愚かな行動をした彼女のメンタルの弱さを証明している。今さら何を言っても遅い。弁解にもならない程度のへりくつ。自身の今後のキャリアのために過ちを認めて前を向く努力をした方が良いと思う。なぜこの人は被害者ぶっているのか。ほくそ笑んだことの言い訳はできても、必要な抗議で加藤ペアを失格に追いやったことは紛れもない事実。自身の SNS が閉鎖されるほどにバッシングの嵐にさらされた今回の騒動、必要以上の誹謗中傷にやりきれない思いがあったことはわからなくもない。しかしブズコバのこの発言は弁解にはなっていない。ただの言い訳かぼやきだ。それに言い訳をするにはもう遅すぎる。加えてブズコバたちの行動が加藤を窮地に追いやったのは紛れもない事実。結局このインタビュー内容に対して再び批判が集まり、消えかけていた火に油を注ぐ結果となってしまった。ブズコバはプロ選手としてもう少し状況を冷静に分析して発言する前に内容を遂行するべきだったかもしれない。その後ウィンブルドン選手権が開幕した7月3日、ブズコバは全仏オープン期間中から閉鎖していた自身の SNS を更新した。笑顔を浮かべる白い T シャツ姿の自身の写真とともに、スマイル、ウィンブルドンの時間よと投稿した。しかし
やはりコメント欄は荒れた。さまざまな言語で寄せられた批判の中には、また失格で勝つのでしょうかといった皮肉や、あるいはウィンブルドンが汚れると辛辣なものもあった。ブズコバはこれに対し、 SNS のコメントはまだ読みたくない。でも全仏オープンの後再び大会に出るようになって、みんなが親切になったと感じているとコメント。ウィンブルドン選手権でブズコバは再びソリベストルモとペアを組む女子ダブルス、そして女子シングルスにもエントリーしており、両者は揃って1回戦を突破した。5日に行われた2回戦でソリベストルモはポーランドのイガ・シフィオンテクに2対6、0対6のストレートで完敗した。シフィオンテクは全仏で連覇を達成し、世界テニス協会ランキング1位の選手だ。彼女の母国ポーランドメディアはこの試合前のスポーツ紙の記事の中で、このスペイン選手は全仏オープンで勝つためなら何でもすると示したと自国が誇る女王へ警戒を呼びかける記事を展開した。これによってソリベストルモがブズコバと共に悪役として認知されている状況が改めて浮き彫りになった。大会4日目の6日からは32組が出場する女子ダブルスが始まる。第13シードの加藤スーチャディ組はブルガリアのビクトリア・トモバとイタリアのルチア・フロンツェッティ組と対戦。ノーシードのブズコバ・ソリベストルモ組は中国のワンシュとチェコのリンダ・ノスコワと対戦する。全仏オープンからの因縁を引きずる両ペアが勝ち進めば、14日の準決勝で世界が注目する再戦が実現することとなる。もしこれが叶えば、今回こそは正々堂々テニスで戦うことができるのだろうか。この騒動に決着をつけるためにも、ウィンブルドン女子ダブルスにおける両ペアの活躍を期待せずにはいられない。